こんにちは、ジューサーズヘアです。はい、今回は、以前 BB 系は BB6 をやったんですけど、今回は、BB5 です。多分一番使われてる色なんじゃないかなと思います。で、1対4から1対5でやってもそんなに差が出ないと思うので、今回は、1対3、1対5、1対7の、3種類やってみたいと思います。基本的に1対4以下の水との対比なんですけど、1対1、1対2でやる人はいないと思うんです。まあ1対3、1対4、まあ、ほぼほぼ同じ、もう結構暗い色です。なんで、まあ、そこは1対3でちょっと濃いめですけど、と1対5で1対7ですかね。まあ、1対7が結構もし入るようであれば、もっとその上の1対8、1対9どのくらいまで入るのかを見てもいいかもしれないです。で、また今回もこちらですね、これに染めていきたいと思います。はい、そんな感じで今回もやっていきます。はい、こんな感じで、1対3、1対5、1対7ですね。ちょっとこれ測りづらいですけど、1対3はまあかなり粘度が濃いですね。で、まあ、1対5も結構緩いです。で、1対7に関してはもうかなり緩いんで、実際には垂れてくるっていう感じですかね、それでやっちゃうと。はい、じゃあこれで、30分置いて流して色を見ていきます。はい、シャンプーして、今乾かした状態ですね。じゃあ順番に、これが1対3、1対7、こんな感じです。1対3、1対5、1対7。なんかほぼ変わんないですね。ちょっと予想外でした。1対3はまあおなじみの BB5 単品の色なんですけど、1対7でも色的にはそんな大差がない感じです。ちょっと分かりづらい。またちょっと、明るさで見え方変わるんで、ただやっぱり1対3の方が若干濃いかなっていう感じですけど、まあ、あの1対3の方がもちろん色持ちはいいんで、これはまあ1回シャンプーして乾かしての状態なんで、これが何回もシャンプーして乾かしてをやると、やっぱり1対7の方が色落ちは早いです。色の持ちっていう意味では日数が経ってくると差が出てくるかなっていう感じです。そうですね、結局 BB5 で濃度を変えて、色味をちょっとこう明るくしよう、暗くしようっていうのは そんなに差が出ないっていう。明るくしたいんだったら BB5 じゃなくて BB6、BB7、BB8 とかを、併用して使っていくっていう方が意味があるのかなと思います。じゃあ今回はこんな感じで、最後写真だけ載せときます。
ありがとうございました。